はいどうも、全力絶叫 YouTuber ビンオーリです。本日も R1 グランプリの1回戦が、大阪朝日生命ホールで行われまして、ちょうどネタを披露してきました。そして現在21時頃、もう実は結果出てます。はい、本日の結果、まあ、もう結論から言いますね。結論から言いますと、大阪朝日生命ホールを、まあ、氷点下30度、まあシベリアぐらいですかね、まあ、氷河期到来、この世の終わりみたいな空気にして1回戦敗退です。あっとなっとじゃー。いや別にね、何かに向けて怒ってるわけじゃないよ。誰も悪くないよ。審査員もそれは正当な評価をしてるわけで、それは仕事してるだけで、俺もチャレンジした。もうなんかやり場がない。なんだこれは。僕の人生ね、これまで、まあ、結構まあこういうキャラでね、ずっとやってきて、まあ、みんなの前で面白いことをすることもありましたよ。まあ、そういうこともあって、ただ一定の評価は得てきましたよ。ダダ滑り、この世の終わりみたいな空気にすることは僕の人生史上今までなかったわけですよ。だからぶっちゃけなんかね、その謎の自信めいたものがありました。その自信があり、まあアマチュアネタ2日で考えても、まあ、プロの集団でどれだけやれるのかって、その期待もありました。やっていけるわけねえやろ。もう時間が経つのが遅かった。早くこの時が終わらないかなと、もう次のネタを繰り出すのが怖くて仕方がなかった。もう会場全員が敵に見えてきた。もう今日のことを一から振り返っていきましょう。本当もうみんな聞いて、マジで。まずね、もう会場の中に入って、控え室に入った段階から、もう、おかしかった。まず会場の中に入ると、まあ、その、同じブロックの、ネタを披露する人たちが、まあ、控えてるわけですよ。まあ、その人たちの、もう、風貌がね、もう、プロなんですよ。例えば、髪の毛をレインボー色もだから7色、髪の毛を7色に染めてきてる人もいたし、もう、侍の格好をね、もうそのまましてる人もいたし、ね、柔道着の格好をしてる人がね、2人ぐらいいてね、なんですか、今、お笑い界で柔道トレードなんですか。僕も柔道の格好してよかったんですかね。皆さん、もう格好から、もう、気合が、もう気持ちが違うんですよ。そうですよ。だって、そら、皆さん、プロの芸人さんですからね。これの日のために、どれだけネタを練ってきたことか。その人たちが、もう、柔道の格好してる、髪の毛、レインボーに染めてる、もう格好が違うんですよ。それに控えて僕は、優勝や T シャツと、あと、このサングラス、あと、ずいちゃんワンのあの、帽子。この3つですからね。でね、本当の悪夢はこっからですよ。ネタを披露する本当にあと3組とかあったら、もうステージの脇に移動するんですよ。だから、その芸人さんの、他の前やってる芸人さんのネタが見れるんですよ。で、そこでね、ちょっといろんな芸人さんのネタを見せてもらったんですけど、やっぱね、結構面白い。一人ね、僕の前の前の前の人かな、がやってるネタがね、めっちゃ好きで、ネタ言ったらちょっとなんかネタバレになると思うんですけど、めちゃくちゃ面白かった。僕、大好きやったんです、そのネタ。なんですけど、全く受けてないんですよ。笑い声が聞こえてこないんですよ。僕の前の芸人さんが、プロの芸人さん、渾身の面白いネタをしても、会場誰も笑わないですよ。これ僕芸人の友達から聞いた話なんですけど、R1 の1回戦は魔境だと。R1 の決勝とかの観客は面白いものを見に来てるけど、R1 の1回戦の観客は、自分より面白くないやつを見て、安心しに来てるんだと。だから R1 の1回戦の客はもう面白くないものを見に来てるんですよ。だから鼻から笑う気がないらしいんですよ、その友達曰くね。だから僕の前の芸人さんがめちゃくちゃ面白かったんですけど、これ見て、わっ、 R1 えぐい、これ通っていくやつほんまにプロなんやなと思って。でもう無理無理、僕の順番が近づいてくるわけじゃないですか。ただやっぱね、この空気に押されてね、自分殺したら負けなんで、まあもう失うもんないんで、いつも通りもう皆さんに披露しようと。で、いざ始まりました、ビーモールが。もう、呼ばれます。ビーモールでお願いしますと。マッチョメッチョメーやっちょみーやめちょーめー、いつも通りマッチョマンを決めて、ステージに入ったんですけども。で、その後、優勝やー自己紹介をしました。はい、いつもの感じで。そしたらね、意外と会場ね、おーみたいな空気なんですよ。意外とつかみ生きてるこれみたいな。そう、つかみ結構良かったんですよ。でね、会場の後ろの方かな、多分ね、視聴者いたんですよ。ビーモレル視聴者。ね、僕が入った瞬間、目の色輝かせて、あ、来たーみたいな。もうこう、はーみたいな。多分視聴者っすよね、あれ。高校生ぐらいの子。でもやっぱ、つかみでこれだけ撮れて、で、視聴者もいるってことは、これもしかして俺にとってホームの空気来たんじゃないかと。
これ優勝来たんじゃないかって。こっからなんですけど、もう R1 史を本当に突破するためにネタを考えてきたんで、ちゃんとネタを考えてきました。寿司屋、いろんな人が寿司屋をやったらっていうネタをしたんですけども、まず大谷選手が寿司屋をやったらっていう、マグロ一丁160キロっていう感じだったんですけど、まあ、これもね、吉野部投手にしたいのは前々だったんですけど、やっぱ一般受けを狙ってもう大谷投手に泣く泣くしたんですけど、大谷投手が160キロのマグロを一丁投げた瞬間、本当会場の空気が凍りつきまして、もうビーモレル視聴者の子も全く笑ってくれずに、もう最前列に行ったおっちゃんが、大阪もんじゃねえと、大阪人はこんな面白くないことするはずないよなんて、もう目がそう語ってました。まあそこから間髪入れずに大谷投手がスライダーの握りで寿司を握って隣の席に置いてしまうとネタを言ったんですけど、田淵一丁、あ、すいません、スライダーの握りやったから隣の席に置いちゃいましたネタを言ったんですけど、もうストレートに伸ばして、球速も遅いんで、でそのスライダーを置いた瞬間空気が止まったんですよ。で13秒ぐらい止まった後失笑、見下したかのような失笑で、その後もね、キムタクが寿司を握ったら食えよみたいな、あ、ドラえもんが寿司を握ったとかね、あとまあタフィーローズがバーテンダーをやったらっていうね、モノマネをしまして、お酒もできるよ、ジントニック一丁っていう感じだったんですけど、後ろのね、ビーモレル視聴者のキッズの子の顔がね、どんどん悲しそうな顔になってくんですよね。あれ、俺の好きなビーモレル、こんな面白くないやつだったんだなと。あれ、ビーモレルって笑いの世界行ったら、こんな無力なんだなと。その後も僕、めげずにネタをやり続けるんですけど、もう全く一生も生まれず。で、ネタ終わりで、ありがとうございました。僕の R1 は終わりました。で、何が最後爪痕残そうと思ってね、最後退場の時に、ちょっと最後丸書きで、おしまい行きました。チル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 、やった瞬間、ステージ脇のスタッフの人が、早く来てください。早く来てください。もう時間です。ここで島内シャットアウト、何もすることができず僕のアルバム終わりました。あ、トレッドジョイ、僕はいいんですよ。ただもう B モレル視聴者も今日応援してくれたくださった方々もそうですけど、今日来てくれた B モレル視聴者の子、もうその子たちにこんな格好悪い B モレルを見せてしまって本当に申し訳ないというか、最後らへん多分5歳ぐらい老けてましたよ、高校生の子。もう最初高校生に見えけど、なんか最後らへんもう25歳ぐらい見えたもん。ごめん、その子見てる、その子見てたらちょっと DM 来て、入場料返すから。うん。ほんまに今日来てもらってごめんな。うん。マジでごめん。入場料返す。本当にもうこれ俺の責任。俺が無責任なこと言ったから。本当これよくよく考えたら、皆さん人生かけてるんですよ。笑いに。大半の人は。事務所に入ってね、NSC に入ってね。で、1年間ぐらいネタを練ってきて、今日この日のために。だからああやってね、緊張して、ね。ネタも練習して。うん。っていう中で、B モレル、1ヶ月前に出場決めて、ネタを作ったのに至ってはもう一昨日、うん、ネタ決まったの昨日、1年 vs 2年、勝てるわけないやろ。ね、もう昨日の俺に次ぐお笑いだめんな。もう皆さんの大好きな B モレル、面白い B モレルはお笑いの世界に行ったらこんなに無力なんです。わかりましたか。だからお笑い芸人すごいよ。うん、お笑い芸人さんほんまにすごい。改めて今日リスペクトをした初崎さん、これが現実です。お笑い界と YouTube の違い。まあだからもう、あれですよ。日本野球とメジャーリーグみたいなもんですよ。もうそのスポーツの種類が違う。ということでこれからはね、今まで通り YouTube の方で、まあ自分の色出して絶叫していこうと思うんで、皆さんそのほっとこよろしくお願いします。オフ会決まりました、オフ会。B モレルのオフ会。もう数年ぶり、2年ぶりぐらいかな。うん。1月16日日曜日。大阪のもうオリックスの選手たち御用達、オリックスファンだから有名な焼肉の山屋さん、山屋さんを貸し切ってオフ会をしようと思います。焼肉食べ放題、お酒飲み放題、それと一緒にも肉焼いてね、もう歌楽しみましょうっていう、もちろん感染対策はしっかりとして、はい、詳細はねこの概要欄とかね貼っとくんで、で応募が抽選なんですけど、山屋さんのインスタかツイッターかメールで、まあ、行きたいですって胸を伝えて、胸を伝えて、てか予定がいればどしどしお願いします。